アメリカ国防総省のカービー報道官は30日の会見でロシア側が主張している軍の一部撤退は次の作戦に備えた補給の一環だとの見解を示しました。国防総省は補給を受けた部隊が今後 ロシア軍が攻撃を活発化させているウクライナ東部のドンバス地方に向かうかどうか、注視する考えです。カービィ報道官は、ドンバス地方にロシアの民間軍事会社の傭兵およそ1000人が活動していることも初めて明らかにしました。